もたない不勉強アウトサイダー、廊下全力ダッシュ、そこの君止まりなさい、だから止まりなさい。うるさい、なんだよ急いでんだよ、わざわざ暇なんですか、誰もいないしこれぐらいいいだろう、君に構う暇はないからじゃあね。ねえねえちょっと聞いてんの、武器を乱すなって言ってんの。あ、はいはい、もうわかりました、まあ聞く気はないけどね。いや本当お前なんかめっちゃ嫌いだ、怒っちゃってんのあらざま見ろ、いや絶対に俺の方が上って言って競ってまたギラギラ。一体何のためになるのやら、ドキンベン真面目ヤクザ、少しルール破ったぐらいで切れすぎだろ、あしつこいわ。あほらまたやってる、また破ってる、学習してないようで、シャツも出てるわ、ネクタイ緩いわで、親の顔が見てみたいもんですな。あそうですかい、今度したら絶対許しません。いや本当お前なんかめっちゃ嫌いだ、怒っちゃいるが笑顔は隠せない、いや絶対に仲良くとかしないって言って睨んでまたゲラゲラ。ボちゃん捕まえてごらんなさい、だから廊下を走るなって何回言えば、なおした優等生バギを認めますか、どうやら全く反省してないようです。ねえねえちょっと聞いてんの、頭に血でも登っちゃってんの。あはいはい、もうわかりました、もうブチギレちゃうからね。足りっだけ全部巻き込んでドタバタ、赤い点と飛行でめちゃくちゃ、もう一切のものは水に浸すの、敵と戦うのだ。マジでお前なんかめっちゃ嫌いだ、この先もずっとずっと嫌いだ。